入り口は人間一人が何とか通れる幅です。はい、幻想社8階陽介です。今回はただならぬ洞窟についてです。その洞窟はあるお寺の裏にひっそりとあるそうで、足を踏み入れた人たちからは恐ろしい、やばいという声が続出しているそうです。どんな洞窟なのか実際に現地を調査していきたいと思います。それでは行ってみましょう。電車に乗り四国の愛媛県に向かいます。噂の洞窟があるという松山市に到着しました。バスに乗り洞窟があるという寺に向かいます。いよいよ寺の前に到着しました。入り口付近にはジャンルの異なる像が乱立しています。それにより混沌とした雰囲気が漂っています。こちらには真っ白な巨大な像がありました。中に進んでいきます。目に入ってくる文字からは何か強い主張を感じます。像や彫刻もかなり個性的なものが多くなってきました。噂の洞窟はこの寺の敷地内にあるそうなので探します。かなり敷地は広いようです。何かの音声がスピーカーから流されています。洞窟の入り口を発見しました。この像は確か外国の妖怪トケビだったと思います。寺のはずですが、この妖怪と仏教の関係は見出せず、意図は分かりません。他の像もますます主張が強くなり、いよいよ混沌とした空気が濃くなってきました。ついにこの裏が洞窟のようです。噂ではやばいということですが、中はどうなっているのでしょうか。入り口は人間一人が何とか通れる幅です。ところどころにうっすら照明はありますが、圧倒的に暗く、足元は非常に危険です。懐中電灯などは必須でしょう。光源がなければ歩くことすらままなりません。真っ暗な洞窟に石像が並んでおり、ゾクゾクしてきます。壁や天井も舗装のない岩肌の部分が目立ちます。この通路には地蔵と思われる像が並んでいます。人の顔かと思ってぎょっとしましたが、絵でした。
外の光は入らず閉塞感が強いので精神的に息が詰まりそうになってきました。長時間いると平静さを失いそうです。象の個性もますます強烈になり異彩を放っています。仏教と関係がなさそうなものも散見されます。いずれも埃をかぶって汚れてしまっています。こちらには蜘蛛の巣のようにも見える創作物が張り巡らされています。この周辺の像はもはや打ち捨てられているような状態です。焼けたのか破壊されたかのような暴力的にも見える痕跡まで見られます。設置者が意図して破壊したのでしょうか。しかしこの世界観、ゾクゾクしてどこか癖になってしまいそうだと思い始めている自分に気づいてしまいました。洞窟の奥に鉄格子が見えました。さらに強く閉じられたような気分になります。閉所が嫌いな人ならパニックになってもおかしくはありません。この奥に何かが封印されているとでも言うのでしょうか。覗き込んでみます。暗すぎてはっきりは見えませんが、多くの仏像が並んでいるように見えます。明かりが見えました。裏口でしょうか。裏口の外は山の道路につながっていました。外の空気を吸えて一安心しました。ここは強く興味を惹かれた場所でした。それではご視聴ありがとうございました。敷地内には謎の像のボードや段ボールの山がありました。夜になると見慣れない鳥の群れが現れました。